皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。今日はですね、まあ最近ちょっと SNS なんかで、話題になっている雪見大福オンカレーヌードルということで、雪見大福とカレーヌードルをこう混ぜると美味しくなるというネタなんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと乗り遅れ気味ですけれども、毎回、まあ、こういうネタは乗り遅れるんですけどね。まあ、とりあえず、これとこれを混ぜると美味しくなるという話なんですけれども、とりあえず、まあ、やってみようということで、急いで買ってきたんですけども、まあ、こっちのカレーヌードルの方はね、すぐに買ったんですけど、この雪見大福の方が、最初に行った、コンビニでは、置いてなくて、まあ仕方なくこのカレーヌードルだけ買ってきたんですけど、その次の隣の近くのコンビニに行ったらやっぱり雪見大福がなくて、まあただ単に入って出てくるのもなんだかなと思って、まあ、ファミ通だけ買って出てきましたけど、でまたさらにそのちょっと離れたところにあるコンビニ行ってから、一応ありました。はい。まあ中田っていうことはね、みんなやってるのかなっていう感じなんですけど、まあなくなっちゃうっていうことはまあ普通はないんでね、うん、だからみんなやってるのかなっていう感じはしますけど、まずはこっち開けていきましょうか。まあ、皆さんよくやってるのはこのビッグサイズじゃなくて、まあ、普通のカレーヌードルだと思うんですけど、まあ、個人的にはいつもこれ買ってるんで思い、まあ、ついついこれ買っちゃったんですけどね。はい、これを開けまして、はい、まあ、こういうふうにカレーヌードルが入ってるわけですけど、そこに、こちらの、おっとっと、雪見大福を、よっと、ちょっと溶けていくかな、大丈夫かな、あ、大丈夫ですね。こいつを、この中にまず、入れます。はい。こんな感じで入れます。そこに、まあ、お湯を注ぐわけですが、まあ、ちょっと少なめに入れるということなんですね。はい、お湯を、まあ、とりあえずこの雪見大福の上からかけるように入れていって、ほほほ。で、ちょっと少なめにして、これで、3分待ちます。はい。はい。じゃあ3分経ちましたので、開けてみましょうか。リリリーと、はい。中身、こんな感じですね。おっとっとっと。こぼれそうになっちゃいました。はい。こんな感じです。はい。なんか卵が乗っかってるような感じになってますけど、はい。で、これをまずは、よっと、これをまずはかき混ぜるんですね。これをこうかき混ぜると、なんというか、確かにこのカレーとバニラが混ざったような、なんかこう複雑な香りがしますけど、果たしてこれがどんな味になるのかというと、ではいきたいと思います。
うん。うん。うん。まあ、いわゆる甘いカレーですよね。うん。この、ま、カレーヌードルはカレーヌードルなんですけど、その、ま、そのちょっと辛さが、このバニラでかなりこう、マイルドになって、非常に、まあ、甘いカレーを食ってるような感じになってますね。こう最初はやっぱこうカレーヌードルのカレーのこう風味がこうグッとくるんですけど、後からこうほんのりバニラの香りがスーッとこうくる感じです。はい、うん、まあちょっと失敗なのは、まあ、その、成分の比率的にやっぱこうカレーの方が多いんで、ビッグじゃない方がまあいいのかもしれないですね。普通のサイズのカレーヌードルでやんないとダメなのかなっていう感じはしちゃいますけど、まあ、非常にこう、甘いカレーのカレーヌードルになってますね。はい。だったらせっかくなんでもう一個の雪見を追い雪見してみよっ。こっから入れて大丈夫なのかっていう話はあるんですけど、多分ねこれはぬるーくなっちゃうと思う。ちょっとあーこれだと雪見成分が多すぎるかな。ちょっと絵面的にあんま見せない方がいいかなっていう、ちょっとそういう感じの食べ物になってますね、これはね。じゃあ、追い雪見したものをもう一回食べてみましょう。追い雪見。うん。こうなると、カレーを食ってるっていう感じじゃなくなってきますよね。もう完全にこう、クリーミーななんか別の食べ物を食べてる感じ。まあ、ビッグでやるなら、雪見を2個とも入れないとダメだなっていう感じですね、これね。2個入れてやっとその雪見とカレーヌードルを混ぜてるなっていう感じになってきますね、これね。はい。うん。ただその完全にこう溶け合ってない、その雪見大福のこの外側のこう餅のところが残っちゃってると、口の中でカレーと甘い味がこう大喧嘩して、なんかちょっと変な味に感じるっていうのはある感じですね。うん、ごちそうさんでした。はい、というわけでまあ結論を言いますと、カレーヌードルに雪見大福を乗せると、まあ、超絶、マイルドなカレーヌードルができるっていうことですね。まあ、個人的な意見なんですけれども、うん。まあ、個人的に言うと、
美味しいか美味しくないかで言うと、まずくはない。まあ、超絶美味しいかというと、まあ、そうじゃないかなという感じですけど、まあ、まずくはない感じですね。はい。もうちょっとですね、バニラエッセンスがめちゃくちゃ効いた感じのカレーになるかなと思ったら、そうではなかったですね。はい。まあ、非常にお子様カレーの、カレーヌードルになったような感じです。はい。まあ、興味のある方はやってみたらいいんではないでしょうか。はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画浅井誠リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。